背番号9シモビッチ、ひときわ身長が高い、2メートル近い上背があります。シャングレスも188ですからね。そうですね、高いですからね。どうか、これはホイッスルが鳴っている。ネットは揺れているがゴールは認められていません。いや、まあ、非常に迫力のあるプレーでしたけどね。ゴールにはならなかったですが、相手に脅威は与えるプレーにはなりました、はい。ヒールで流して、さあ中に3枚入っているが、ヘディングでクリア、まだあるか、橋本のシュート、これはゴールキーパー奈良崎掴んでいます。水戸にも1本シュートが生まれました。橋本の左足です。そうですね、今水戸の形が一つできましたね。はい、中に入ったところですが、まだあるか、内田得意の左足から逆サイド、アント、これがオンゴール。名古屋グランパスが思わぬ形で先制。前半の25分、いや、クロス気味のボールだったんですね。はい、そうですね、まあ、反応したのは今瀬だったでしょうか。前半25分、相手のオウンゴールで名古屋グランパスが先制。絡んで柔らかいボール、永井の前、永井は中に送って、シモビッチ届いたか、決まった、追加点。前半の33分、シモビッチ今シーズンの初ゴールが生まれました。いや、玉田から柔らかいボールが永井、その後永井も落ち着いていましたし、はい、そうでしたね、非常にスイッチの入ったプレーができましたね、はい、崩せましたよね、そして長身のシモビッチの長い足、どうか、これは、いや、面白いボール蹴りましたね、今ストレートの、そうですね、はい、そしてまたシャルですが今合わせましたか、はい、直接狙ったか、シモビッチが高さを生かしてクリア、まだある、まだあるが、どうか、シュート決まったか、1点を返しました。こぼれ球反応しました、林でしょうか。2対1、後半の4分、はい、水戸にとったら大きな1点ですよね、さあ後半の立ち上がり、まだ後半の浅い時間に水戸が1点返しました。もっともっと前にボールを進んでね、もっと選手が動き出しが早ければね、もっともっと、はい、スペースが開くんですけど、佐藤シュート、後ろから白井のシュート、これは2人でうまく崩していきましたが、でもいいですね、はい、そこまでやりきれると。ポイントずらすような形で、ここでクロスが入ってダイレクト、福井のシュート、面白いプレーを見せました、はい、ちょっと面白かったですね、ちょっとトリックプレーですね。そうですね、はい、名古屋右サイド、宮原、くしびき上がってきます、くしびきのクロスボール、逆サイドの長井、仕上がり、あの時折見せるこのオーバーラップ、まあ、前線に出ていく動き、開幕戦でも長いのゴールをアシストしたのはこの串引きでした。ここで試合終了のホイッスル。終盤は水戸も攻めましたが、名古屋2対0から1点差に詰め寄られた後、なんとか勝ち点3を手にしました。